はい、こんにちは。秋のゲームこそラスクラ実況です。今夜もお付き合いよろしくお願いします。はい、というわけでですね、ちょっと小ネタの動画になります、短い動画になります。タイトルの通りです。遠征の成功条件を上げてくれるアークのまとめをしておきました。この間のアップデートで2箇所遠征する場所が増えました。でその一つがですね、まずミドラの森っていうのがあるんですけども、そちらが条件としまして、弓装備と光耐性プラス20、そして沈黙無効っていうのがですね、適正条件であります。で今僕が取り掛かってるんですけども、 100% 踏破条件がこちらになります。光耐性30以上かつ沈黙無効のユニットを編成して遠征を3回超成功させるという感じで、なかなか厳しい条件が出てるんですね。でまあこれを達成するために、少しでもね成功条件を上げるために適性を上げていかないといけないんですけれども、まず習得スキルに関して言うと、弓装備やったらですね、天球スターロードで習得可能だし、沈黙耐性無効に関してはそれぞれ流砲レイニクルとノノパクラで習得が可能になってます。で適正な装備であったりとか、ユニットの適正に関してはこれは自身で相当が可能です。ユニットの絞り込みも、装備品の絞り込みも、でアクセサリーの絞り込みも、それぞれ属性耐性や状態性それぞれに対して、検索が可能になってますんで、こちらをね皆さん知ってもらえれば分かりやすいかと思います。で問題点はアーク特性による適性の検索ができないっていう点なんですね。なので代わりにアキラがまとめておきました。ちなみにミドラの森遠征踏破後、ゴルド鉱山っていうのが追加されるんですけども、その適性がこうなっております。でタイプが精霊鉱石神で、耐性は闇耐性がプラス50、呪い耐性が無効となってますので、ですので緑の森とゴルド鉱山の対策を合わせて、光耐性、闇耐性、そして沈黙耐性、呪い耐性に関して適性のあるアークをまとめておきました。まず SS レアアークの聖夜の願い事、これ SS レアアークだけども限定アークなんですね。クリスマス限定アークなんだけど、こちらが基本状態上耐性プラス1、全ての耐性を1上げてくれますんで、ですので沈黙耐性や呪い耐性という状態であっても、聖夜の願い事つけることで無効化させることができます。で資材に立つ強権がですね、実はこれ呪い耐性にあります。なので、耐性もついてない状態であってもこれで無効化させることができます。そして天性量の凱旋、こちらが沈黙耐性をプラス2してくれます。ですのでこちらも沈黙に対して耐性がない状態であっても無効化してくれます。そしてゴーレムコア、こちらが光耐性プラス20、闇耐性プラス20ですので、ゴールド鉱山であっても緑の森であってもこちら適性が高いです。そしてポックルの隠れ里、これが植物限定なんですけども、基本状態状態性をプラス1してくれます。なので全てを1上げてくれますので、ですので擬態植物を、あれがポックルいたりね、習得可能ですので、習得してもらうか、もしくはもともと植物であるポックルに付けさせることによって全ての耐性を1上げてくれます。それと装備品で擬態植物をしてくれるものがありますので、そちらと組み合わせることによって、基本状態状態性を1上げてくれます。そして正規のルレン、こちら味方全員の呪い耐性プラス1なんですよ。こちら僕ね試してないからちょっとね何とも言えないんだけども、多分自分にしかねならないです。遠征の時は自分にしかならなくて、パーティー3人全員にはならないと思うんだけども、これ知ってる方いたらぜひコメントに書いて、補足で説明してもらえばなと思いますけども、いずれにしろ自分自身の呪い耐性は1上げてくれます。でミゼル、こちらが全部皆さんよく使われてると思いますけども、全属性耐性プラス10してくれますので、光耐性が必要な時も闇耐性が必要な時もこちら有効です。そして異界次元の狭間、これがねちょっとね、癖があるんですけども、光耐性マイナス20で闇耐性プラス20なんですよ。なのでミドラの森には使えないけれども、ゴールド鉱山の方では使えます。そしてラドムーン、これがですね、実はソーサラはね沈黙耐性プラス1になるんですよ。でソーサラで沈黙無効じゃないやつってね、もうそんなにいないと思うんですけども、過去のユニットだったらねいると思うんですね。そういったものに対してラドムーンをつけてあげることによって、沈黙耐性だったら無効まで上げることができます。で補足ですけれども、その他の属性耐性や状態性のある、アークもまとめておきました。これもねその他のですね遠征の時に必要になってくると思いましたので一応入れておきます。まずジャイアントツリーが貴族性耐性がプラス10してくれます。そしてゼラニアが雷耐性をプラス10してくれます。そしてクリスタルキャッスルは暗闇耐性をプラス2してくれます。天空城の雷神は魔気耐性をプラス1してくれます。そしてインジャの禁止が毒耐性と病気耐性を1ずつ上げてくれます。流砲レイニクルはタイプに竜も追加してくれますし、炎耐性プラス15、氷耐性プラス15がついてきます。そしてババラの毒竜が毒猛毒耐性がプラス2になります。そしてベルジョーグは氷耐性がプラス20です。総評の守護騎士は炎耐性と氷耐性をそれぞれプラス20してくれます。そして星屑のライブが病気耐性をプラス2してくれます。という感じでアークに関して言うと相当の検索ができないけれども、実はいろいろですね属性耐性とか状態上耐性に対してバフをつけてくれる特性を持ってるんで、ぜひぜひ遠征のね成功条件上げるのに活用してください。僕自身もですね一回これ整理しといた方が分かりやすいなと思ったので整理しておきました。参考になったと思っていましたら高評価よろしくお願いします。で本日23時からですね、おそらくマルチのライブをやると思います。よかったら遊びに来てください。それでは今夜のライブでお会いしましょう。ではまた。
Everybody.